埼玉県、ラジオネバ会員。僕は長年悩んでいることがあります。それは足が臭いことです。友達の家に遊びに行ったりすると絶対に入れてくれないし、飲み屋に行っても僕がいるために座敷の席は敬遠されたりします。こんなんじゃ彼女もできません。匂いが消える敷物を靴に敷いたりして努力していますが、一向に匂いは消えません。どうすればいいでしょうか こういう人いるよね。で意外と多いんだよね。僕よくチャームポイントとかさ、好きなところはって聞かれると自分いつも鎖骨って言うんだけど、もう一つ自分がね、これは人に誇れるっていうところがあるの。それはね、足の裏なのね。うん、僕ね、空手とか、まあ、ボクシングとか、まあ、ステップを使う格闘技やったりするのに、足の裏だけは、ツルッツルなのね。 そ,ろそろ角質をね、こう取る。やったことないんだよね。そういうのも。けど、ツルツル。舐めてもいい。みたいな。僕は、まあ自分で舐めてもいいし、人が舐めても OK みたいな。でもまあ、あの、僕が足の裏が好きだという自分に言わないのは、僕足小さいんだよね。僕身長180度あるでしょ。足がね、25.5しかないの。 ほんと、これはね、原因分かってるの。やんちゃしてる連中とかは、靴をね、踏んで、歩いたりするじゃない。僕は、いつ、いかなる時でも、あの、すぐ蹴りが出せるように、もうね、ほんとに紐靴をぎゅうぎゅうにしましたの。僕はあの、靴が緩いのは、ダメなのね。そしたらね、足だけね、成長止まっちゃったんだよね。まああの、足の臭い人、 うん、日本にいっぱいいると思うのですがこれはね毎日の心がけだねもう家に帰ればまず足を洗うきれいにしかもあの薬用石鹸できれいに洗って必ず乾燥させるで家を出る時も洗ってから出る靴下はよく履き替える替えの靴下はとにかく何足も持っていく人の家に来たらちょっと洗面所貸してくれない 言って洗わせてもらうでも居酒屋行って座敷に上がる時は「ちょっとトイレ行ってくるから」ってトイレの中で一生懸命洗う薬用設計も持参ミューズでいいよそれやってれば多分ね綺麗になるよあの男って意外と体洗っても足洗わない人多いからすごいあの指の間とかねでしかも水虫の人多いでしょ ねえ。ダメだね。海外多いよ。外人すごい水虫多い。あの、靴下履いたまま生活してる人が多いから、靴履いたまま。日本人はまだ少ない方なの。要は、家に帰って脱ぐじゃない。僕家に帰るとすぐ靴下脱ぐわけ。で、バーに行っても、あの、座敷とかだったら、僕すぐ靴下脱ぐの。嫌なのね、靴下が。でもみんな靴下ずっと履いてるじゃない。 あれ、蒸れないのかなって、いつも思う。でもね、あと僕がね、ポイントなの,のは、あの石なんだけど、床タイルがね。あの、僕ね、かかととか足の裏って洗ったことないの。こう、腰ゴ腰シゴシとかって。洗ったことないんだけど、いつもお風呂に入ると、床を掃除するでしょあの、お風呂ってさ、ヌルヌルになるじゃない。で、 洗剤をバーってこう垂らして、足で全部こうやってキュッキュッキュッキュするの。まあ、僕はあの洗剤って言っても、あの、体を洗う用の洗剤、えー、ボディーソープでやるんだけどねいつも。さすがにあの、なんだ、工業用とかさ、掃除用はやっぱ荒れるから、体を洗う洗剤で、の、まあ、石鹸で、こうやるんだけどな。まあ、1日や2日では、もちろん綺麗にならないんだけど、 二ヶ月三ヶ月続けていくと気がついたら足の裏も自分で舐めれるぐらい自分の足の指加えちゃったりしてあ、いけるみたいなさ <laughs> それぐらい綺麗になるよって